どうも、愛知です。今回はプチ相談、答えていきたいと思います。でですね、何かっていうと、今、高校受験、控えてる方の中で、志望校どうしようかななんて悩んでる方、いらっしゃると思うんですよ。で、その時に、何を基準に志望校を選んだらいいですかとか、例えば志望校変えようがどっちにしようかなって時に、勉強面とか将来のことではなくって、例えば仲いい友達が行ってるからとか、こっちの制服の方が可愛いからとか、こっちの方が家から近いからとか、そういう勉強と関係ない要因で志望校って決めていいんですかねみたいな。そういうね、相談来てるんで、まあその辺喋っていきたいと思います。で、まずですね、自分の話をちょっとしていいですか？少しだけ。自分は高校受験の時に、もともとですね、その群馬で、まあ、育ってるんですけど、群馬のある共学に行きたかったんですよ。行こうと思ってたんですね。でも、最終的には1個レベルを下げた男子校に行きました。で、この下げた理由はですね、まあ、ここね、高いところも多分行けるだろうとは言われたんですよ。この2つを比べて高いところね。行けるだろうって言われてたんですけど、でも、その、まあ、ちょっと中学の時にいじめを受けてて、で、女子から始まったいじめが多かったの。まあ、女子の陰口とかもひどかったから、だから、ちょっともう女子がいるとこ嫌だなってなってしまって、で、下げたっていう、理由としてはね。で、その男子校に行ったわけなんですけど、だからもう勉強とかさ、将来のこととか全く考えてない。ひとまず、普通科が良かったの。将来決まってなかったんで、その時全然ね。商業科とか行ってしまうと、その商業やりたいから商業行ってるわけじゃないからさ。だからひとまず普通科の中で、みたいな感じで緩く決めたのが、まあ俺の人生だったわけよ、その時は。で、今回もらった質問に関してなんですけど、まあもちろんね、例えば勉強とか、まあ、将来のこととかをメインで考えるのが一番いいとは思います。将来のことを考えるんであればね。そう。でも、まあ中学校3年生の段階でさ、高校を選ぶときに、そこまで将来のことしっかり見れるかって言ったら見れないと思うんだよ。例えば、もうこの職業に就きたいってもうすごい強い思いがある方いらっしゃるよね。中学校でもいるんだよ。で、それで、この高校に行かない、行け、まあ逆に言おう、この高校に行けば、その職業に就くためのかなり近道になると。多分資格とかわかんない。そういった面も含めてね。で、あれば、もうそこに行こう。例えば遠いとか条件、いろいろちょっと違う条件も入ってしまうかもしれないけど、それでいいと思います。例えば逆にもっときつめの条件で言うと、この高校出ないと、この職業に就けないとか、あんまり高校ないと思うんだけどね。大学とか専門学校だったらあり得ると思うけど、まあそういう要因があるんだったら、その勉強面とか、職業のことで決めたらいい。し、その将来が全然決まってないですでどうしようかなーってなってる、まあ、自分みたいなタイプね、中学の時の。であれば、まあ、自分のレベルに合ってるところ、あとは通いやすいところとか、で、例えばさ、制服だとか友達とかも含めて考えていいと思います。保護者の方にね、これをちょっと言ってしまうと結構角が立つというか、何言ってんのって思われがちなんですけど、やっぱり通うのは本人なんですよ。俺が通うわけでもないし、お父さんお母さんが通うわけでもないんですね。その本人みんな自身が3年間通うわけよ、大学も高校にね。だから、モチベーションが何であったとしても、友達と一緒ね、その仲いい友達と一緒にいたいからっていうモチベーションだとしても、この制服を着て通いたいんだと思ったとしても、それが学校に行きたいっていう理由の一個になるんだったら、じゃあそれって全然構わないと思うんだよね。ただし、例えば、偏差値55。を目指してたんだけど、今回相談の1個にもあったんだけど、偏差値を結構下げる。まあ、今回の相談そんな下がってなかったけどさ、55だったのに、例えばすげえ仲いい友達とか、あと彼女とかが、まあ、彼女ね、がじゃあ45のところに行きますと。だから一緒のところに行きたいから下げますっていうと、これはね、10下げるっていうのは、その後、高校を出た後の、その進学先の選択肢にはやっぱり大きく関わってきます。もちろん、45のところに行ったとしても、自分の努力次第でいくらでも幅は広げられます。そこはね、45行ったらもう全然狭くなっちゃうんだとか、そこまで思わなくていいんですけど、努力がしにくいんですよ。環境がないんで。周りの友達ももちろん55に行けば、偏差値55ぐらいの学力の子が集まってて、その55ぐらいに合った教育をしてくれるわけ。学校が先生が。でも、45だったら当然、55レベルの教育をしたらついてこれないからみんな。だから、合わせますよね。そう。だから、学力とか授業の質とかの差にも出てきてしまうから、その努力が実りにくいというか、伸びにくくなっちゃう。環境から言うと。だから、そういったこともあるから、そこはやっぱり覚えておいてほしい。で、その外的要因というか、例えばね、そのカリクラム、勉強する内容カリクラムで魅力に感じたから行きますとか、あと制服に魅力とか、これはね、別にいいんだけど、何かっていうと、変わりにくいんだよね。カリキュラムって変わらないでしょ。例えば、この勉強をしてます、それを押してました、この高校が。入学しました。2年生の時に、その勉強なくなっちゃったよ、とか。これ、なかなかない。ほぼほぼない。たまにあるけど。でも、ほぼないから。で、制服もそうです。制服がいきなり変わるっていうのも、そんなにない。たまにあるけど。そう。でも、そんなのありえないんだけど、これが、彼氏とか、
友達とか、まあ、その辺のね、要因で行くと、じゃあ友達、親友だと思ってたこと、行きたいから行きました。で、入ってみたら、じゃあ仲良く行ってるんだけど、やっぱりね、高校に入ると人間関係変わります。だって新しい子いっぱいいるんだもん。じゃあ、その新しい子がいっぱいいる環境に入った後に、親友で居続けられるかどうかの保証がないんですよ。彼からもそうです。付き合って入りました。その後ずっとラブラブでいられる保証がないんですよ。もし、友達同士の関係、自分が親友だと思ってたんだけど、向こうがもっと気の合う仲間ができてしまった場合、彼氏彼女で入ったんだけど、別れてしまった場合、その、もともと、それのため、とか、それがあるから入ったのに、そこがなくなってしまったらどうするっていう。その時にも、でもそれでも、この高校で頑張れるなと思うんだったらいいと思う。ちゃんと最悪は想定しないと。そこで、いいかな。では思います。でもそれも含めて、でもやっぱこの高校で行きたいなって思うんだったら、じゃあ全然いいと思うよ。多分先生とか親御さん反対するけどね。でもそれは正直に言わなくていいと思う。その、友達がとか、彼氏彼女がとか言わなくていいと思う。そこまでね。うん。まあ、途中の話とか被りますけど、行くのはみんな自身です。みんな自身の人生だから。そう。の3年間だから。そう。だから好きに使ってほしい、いいという方はちょっとおかしいね。それはおかしいけど、まあ、お金出してくれるのはさ、保護者の皆さんだからね。そう。そこはやっぱり感謝の気持ちは持ってほしいけど、でも、学校生活を過ごすのはみんなだから、みんな自身がこの高校で通いたいなって、この高校で勉強したいなって、行ったら勉強するんだからね。そう、勉強したいな、過ごしたいなと思う高校を選んでほしいなと思います。で、今9月に撮ってるんですけど、今すぐ決めなきゃいけないわけじゃないから、今のところはひとまずね、5個くらいにね、なんか絞れたらいいよ。そう。つまず、高校のこと全然わかんないって言ったら調べる努力はしよう、ちゃんと。知ることは必要だから。で、オープンスクールとかいろいろあるよね。学校体験とか行ってもらって、そこで肌で感じてください。自分で。それはもう、友達とか彼からとか、そういう条件を、ポイポイってした状態で、自分が肌で感じて、あ、ここの雰囲気いいなとか、ここで勉強したいなとか、ここに通いたいなとか、いろんなね、気持ちが出てくると思うので、そういうのに素直に自分と向き合いながら、ちょっとずつ絞ってて、5個が4つになって、3つになって、2つになって、最後、志望校決まればいいじゃないですか。そう。もう最悪、出願するときに決まってないんだから。志望校はね。そう。そのためには、例えば5個あった時にも、その、なんだろう、学力的にね、例えば最後1個に絞れたのに、学力足らなくて、そこ受けられないってもったいないから、今のうちに、例えば5個あったら、5個の中で一番高いレベルのところ、そこに届くように、そこが選択肢に入れられるように、今からね、コツコツ勉強してもらえたらいいかなと思いますので、ぜひね、頑張ってみてください。